遅刻は絶対に許しません。よろしいですね。日々これ修行なり、今日も鍛錬をいたします。ここならいつも誰かがいてくれるから安心。アートのアイデアが降りてこない。何もしないのは江戸っ子としてよくない。私は敬虔な神の子羊。勝ちの見える勝負はつまんないよ。私は神社の巫女ですわ。困ったことがありましたら花札の不正は許さないであります。が基本皆さんうち大家族でさ、妹たちが多いからうちが世話してんだよね。あたいリベンジのために勉強したの。その証がこのメガネなのだわ。花札の不正は許さないであります。勝ちの見える勝負はつまん。すみません。花札の不正は、うち大家族でさ、妹たちが多いからあたいリベンジのため、うちでの小槌は先祖代々の家宝なんです。アートのアイデアが降りてこない。あたいリベンジのために勉強したの。その証が猫また夏梅なのだわ。ま、よろしくね。夏梅さん、夏梅さん、エトハナをダウンロードしたんです。対戦しましょう。じゃあここね、花札はなぜ花札というか知っているかしら。花札の花は季節の花を表しているのだわ。月ごとに札が4枚、合計48枚あるのよ。花札は大きく4種類に分けられるのだわ。1つ目は光札。この札を5枚集めると五光という役ができるのだわ。次は種札ね。種札を5枚集めると種という役ができるの。あとイノシシとシカと蝶を集めたらイノシカ蝶という役になったり、菊に杯は月見で一杯、花見で一杯という役を作れたり、まさに役の種ね。次は短符だよ。この字が書かれている赤の短冊を3枚全部集めると赤短という役になるのだわ。同じように青色の短冊を3枚集めると青短という役。あと色に関係なく短札を5枚集めると短という役もできるのよ。最後はカス札ね。カス札を10枚集めるとカスという役ができるのよ。じゃあ早速花札ゲームの一つ恋恋をやるのだわ。最初に先行後攻を決めるのだけど、エトハナではここでも花札を使うのよ。プレイヤーは花札を引いて月が早い方が先行、親になれるのだわ。待つ、1月です。キリ、12月。では私が先行ですね。まずプレイヤーには手札が8枚配られるわ。これは相手に見せない札ね。そして場札が8枚、それ以外は山札になるのだわ。手札と場札を見比べて同じ花があるかどうかを探す。あったらその札を重ねて取っていくんですよね。そう、取った札を集めて役を作るのだわ。そして恋恋はどちらかの役が完成した時に勝負をするか、もしくは両方の手札がなくなるまで戦うゲームよ。よし、では先行の私からですね。いきます。種札に短札を取ったのね。からの山札をめくります。あら、
また種と単、強運ね。江戸花は光札、種札、単札、カス札を自動的に振り分けてくれるから便利なのだわ。イノシカ町に青単のチャンスです。これは少々ピンチね。場に桜のカスを置くのだわ。夏梅さん、場に桜がないので何も取れませんよ。そんなの百も承知なのだわ。山札から引いた札も花が合わないなんて。今度は私の番ですね。一気に決めますよ。なんですって。実はイノシシ持っていました。イノシカ町完成。そして山札から青タン来てください。チュー。でも青タンまであと1枚だから、こいこい。エトハナでは恋恋をするとこのままゲームを継続、もう一つ役ができれば点数を増やせるんですよね。なんと強欲だ。そしてそれがあだとなるのだわ。あ、さっき自分で捨てた桜に重ねた。今までのは演技だったんですか。これじゃまだダメなのだわ。来たのだわ、花見でいっぱい。7。ここで勝負したら相手が何点取っていても無効にできる。そして相手の恋恋を失敗させたから獲得する点数が2倍になるのだわ。ちょっと待ってください。これで私の勝ち。勝負お願いです。恋恋してください。ふん、一つ教えてあげる。私の手にはススキに月がある。場にはあなたが出したススキのカス。これでススキに月を取れば月見で一杯も完成。ふんふんふん。ジュー。だから恋恋してやるのだわ。ふふん、かかりましたね。にゃんですって、私のススキ。そして山札から次こそ青タン。ジュー。そううまくはいかないですね。ひやりとしたのだわ。しかしまたしても取る札がないわね。もう遅い。でも次でススキに月が取れるのだわ。とりあえず取れるものは、これで短冊が4枚。赤でも青でもいいから短冊お願いします。あれ、短冊じゃなかったのに。なんということ、短札以外で役ができたのだわ。やった、種札が5枚揃って私の勝ちです。可愛がってくれたあたいのおじいちゃんのためにもちょっとは褒めてあげるのだわ。お届け物みたいよ。
親なのだわ。
はっ。リベンジのため勉強勉強。でもいい天気。お昼寝。よろしく。ま、よろしく。ま、すごいんじゃない？
ネズミやココネです。よろしくお願いします。